国家安全保障会議と岸田内閣が2022年12月に国家安保障戦略防衛計画の対抗防衛対抗中期防衛力整備計画中期防を策定してから初めて、防衛省が2023年7月28日に公表した令和5年版防衛白書において、北朝鮮などの弾道ミサイルを防ぐ手立ての一つとして開発を進めているイージスシステム搭載艦のイメージ画像を公開したよ。しかし、政府と防衛省がこのイージスシステム搭載艦の導入に踏み切るに至るまでには様々な事態によって引き起こされた紆余曲折を経た経緯があったぜ。さて今回は防衛省が開発を進めるイージスシステム搭載艦とイージス護衛艦との違いについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。近年、ひたすらに弾道ミサイル発射実験を繰り返している北朝鮮はその性能を確実に向上させているけど、かつてはまともに飛行することもできないのではないかと揶揄されるほどその技術力は低いと見られ、日本政府も防衛庁も北朝鮮に対して特段の警戒をすることはなかったんだ。しかし、1998年8月31日のお昼過ぎに北朝鮮東部の大歩道テポドン付近にあるミサイル発射施設から発射された弾道ミサイル、後にテポドンと名付けられていたことが判明は、大気圏外を飛翔して津軽海峡付近上空から日本列島を越えるコースで飛行し、ミサイルの第1弾目は日本海に落ちたとされ、第2弾目は太平洋にまで飛翔して落下したことが確認され、北朝鮮が知らぬ間に高度なロケット発射技術を得ていたことが確認されたぜ。この発射実験においては大気圏外であるとはいえ、事前通告など全くなしに日本上空を通過したため、当時の小渕内閣も直ちに北朝鮮に対して中国を通して抗議をしたほか、マスコミがこれまでになく騒ぎ立てたために世論も敏感に反応して大騒ぎとなり、北朝鮮が日本にとって大きな脅威となる新型の弾道ミサイルの発射実験を行ったとして、以前に実施された1993年5月のノドン発射の際には表に現れなかった北朝鮮に対する反発が巻き起こったわけだ。このことを受けて、国民に北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本列島に着弾する可能性が否定できない時に発せられる、Jアラートが整備されるなどしたほか、弾道ミサイルを迎撃することが可能な対空ミサイル導入への国民の意識が高まったな。日本においてはテポドン発射の5年前の1993年5月29日に、北朝鮮が中距離弾道ミサイルのドンを、日本海に向けて発射した事態を受けて、1995年度から我が国の防空システムの在り方に関する総合的調査研究に取り組んでいたけど、このテポドン発射を受けて北朝鮮による弾道ミサイル攻撃が現実的なものになったため、その対抗手段を具体的に検討する必要に迫られ、1999年より護衛艦などへの海上配備型システムについて、海上自衛隊とアメリカ海軍による日米共同技術研究への取り組みが本格化したんだ。そして2003年12月、当時の第2次小泉純一郎内閣での安全保障会議及び閣議において、弾道ミサイル防衛体制の整備が決定され、航空自衛隊が運用しているパトリオットミサイルシステムの能力向上や、海上自衛隊のイージス護衛艦混合型に、アメリカ開発した弾道ミサイルを撃墜することが可能な、イージス BMD バリスティックミサイルディフェンス弾道ミサイル防衛システムの搭載が決定されたぜ。これを受けて、2004年度平成16年度から2007年度平成19年度予算において、混合型4隻にイージス BMD3.6 を搭載する改修が順次実施され、各艦は改修完了後にカウアイ島沖にある、アメリカ軍の太平洋ミサイル試射場における迎撃実験を経て、発射の成功と同時に弾道ミサイルを撃墜する能力を保有したことを確認された上で配備に戻っているらしい。これらのことを受けて日本政府は、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの本体や破片が日本の領土や領海に落下した場合には、迎撃することが決定され、2009年4月5日の北朝鮮によるミサイル発射実験では発射の挙行が伝えられると事前に、当時の麻生内閣の浜田防衛大臣から弾道ミサイル等に対する破壊措置命令が発出され、
自衛隊では BMD 統合任務部隊を編成し、海上自衛隊のイージス護衛艦混合及び協会が日本海へ出動して迎撃体制を整えるとともに、航空自衛隊のパトリオットパック3部隊が東北地方と首都圏の自衛隊駐屯地に展開される様子がテレビのニュース画面に映し出されたよ。ミサイルは東北地方上空を通過して太平洋に落下したけど、迎撃の命令が下されることはなく破壊措置命令は解除されたね。さらに2012年4月に予定しているとされた北朝鮮によるミサイル発射実験では、弾道ミサイルが黄海沿岸の平安北道チョルサン群トンチャンリ付近から南方向けて打ち上げられるとの情報があり、沖縄県先島諸島上空を通過するものとされたことから、混合型護衛艦が沖縄周辺の海域に2隻、日本海に1隻配置されたな。しかし、2009年の時と同様に自衛隊には、日本の領土や領海へ破片などが落下する恐れがある際にのみ迎撃するとの、破壊措置命令が発せられていたため、この時も領土領海への落下の恐れが発生した際のみ、ミサイルを迎撃することにしたため日本上空をスルーさせているぜ。その後、北朝鮮からの弾道ミサイル発射がさらに頻繁に実施されるようになると、それへの対応のために8隻しかない、イージス護衛艦を常時貼り付けておかなければならず、護衛艦隊の運用に支障をきたすようになっていたことから、2017年に日本政府はイージスアショアと呼ばれる陸上配備型のイージスシステムの導入を決定したよ。これはイージス艦に搭載されているイージスシステムをそっくり陸上に設置するもので、これを日本海側に設置することで、イージス護衛艦の負担を軽減し、さらに艦艇で運用するよりも人員を縮小できることから、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊には朗報となるシステムだったんだ。政府と防衛省はイージスアショア2機を秋田県と山口県にある自衛隊の演習場に設置することを決定し、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約を結んだんだけど、それぞれの地元住民への説明が不十分であったことなど様々な不手際を重ねて設置を反対する声が高まり、2020年6月15日に当時の河野防衛省が導入計画の中止を発表したね。しかし、すでに発注済みの2機の ANSPY-7 とイージスシステムをキャンセルすることで大きな違約金が発生するなどの問題があり、これらを活かすべく洋上の艦艇や建築物などへ搭載して転用することが検討され、最終的にイージスシステム搭載艦2隻を新規で建造することになったってわけだ。2022年8月31日に防衛省はイージスシステム搭載艦を2027年度末に1隻を就役させ、翌2028年度度末にもう1隻を就役させる計画を発表し、12月23日に2023年度予算案に搭載される、ミサイル垂直発射装置 VLS や機関の調達費として2208億円が計上されたよ。これまでに明らかにされているイージスシステム搭載艦の要目は、基準排水量1万2000トン、全長190メートル、最大幅25メートル、乗員約240人で、現在運用中のイージス護衛艦より一回り大きく、コグラグ方式ガスタービンエンジン2機と電動機2機の機関によって10万馬力の出力を得て、最大速力は30ノットとされているな。兵装について当初は200以上の VLS を持ち、 BMD に特化した艦艇が考えられていたが、他護衛艦との共同運用が困難になることから、設計にあたっては小型化して機動力を高めるように方針転換されることになったぜ。そのため従来のイージス護衛艦とほぼ同等の兵装が搭載されることになり、5インチ単装砲1機構性能 CIWS20mm 機関砲2機マーク 41VLS2 機128セルが設置され、VLS には艦対空ミサイル SM2SAM や SM3ABM のほか、対戦ミサイル SUM として、丸7式垂直発射魚雷投射ロケットやトマホーク艦対地巡航ミサイル SLCM なども搭載されるらしい。また、現在射程距離の延伸開発が進められている12式地対艦誘導弾能力向上型や、単魚雷発射艦などの搭載も検討されており、軍事専門家の間では、
結局のところはイージス護衛艦の数を増やす形となったと指摘する声が上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。